中級の方に入ります。まず平安四段、号令に合わせてゆっくりと行います。よーい、一、二、三、四、一、二、三、四、五、六、一、八、九、十、一、二、三、四、一、やめ。よーい、一、二、三、四、一、二、三、四、五、六、一、八、九、十、一、二、三、四、一、やめ。一、二、三、はい。はい、前蹴り追い突きですね。一、受けて、上げ受けしながら主刀剣に入ります。そして、蹴っておいて、同じ。平安四段、平安四段、
平安五段に入ります。まず最初にゆっくりと号令で行います。平安五段用意1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、やめ。平安五段用意1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、やめ。まず十字受けをします、蹴りも。それから突きが来ますので、廃止、十字受けをし、それを逆を取って、そして追い突きします。ここまでですが、これはもう一度、この引き手は必ず内側を通って後ろへ動きます。ゆっくりやったら、この手の動きが やはり大切です。はい、最初ゆっくり、平安五段
五段。